はい、こんにちは、かほです。冒頭からちょっと瞬きを多めにしてみたんですけど、コメントでちょっと瞬きをしていないのが怖いというのを見つけたので、多めに瞬きしてみました。これからはちゃんと瞬きをしていくので安心してください。はい、では本題に入りたいと思うんですけれども、私最近モンベルでまたお買い物をしてきました。冬も本番ということで、スノートレッキングとかちょっと雪のある場所にも行ってみたいなと思って、足りない装備を買い足しました。あんまりハードな雪山に行く予定はなくて、スノーシューを使ったハイキングとかそういうものに挑戦していきたいなと思ってます。では早速紹介していきたいと思います。はい、こちらです。上から今日はちょっと飛んできましたね。それでは早速中身を紹介していきます、ね、何から紹介したらいいかな。ではまず一つ目はこちら、じゃん。これはファイルニットイヤーウォーマーキャップです。帽子ですね。私結構帽子をいろいろと集めるのが好きで、ちょっと可愛いなと思ったら買っちゃうんですけど、これもすごいデザインがね可愛いなと思って買ってみました。サイドにこれ耳イヤーウォーマーがついているので、冬の登山で耳がこう冷えて冷たいなっていう時とかもちゃんと温めてくれるなと思って買ってみました。はい、ではちょっとかぶってみます。こんな感じですね。ちょっとグレーグレーになっちゃってるな。じゃん、フリースと合わせてみました。こんな感じです。これは頭にフィットする形の帽子になります。これからの季節にすごく活躍してくれそうで楽しみです。それでは次の商品行ってみましょう。続いての商品はじゃん、こちらです。これはスノーバスケットといって、こう杖、ポールにつけて使うものですね。雪のある場所ではポールがこう雪に雪の中にポールがズボッと入ってしまうのを防ぐためのものですね。バラ売りなので2つ買いました。以前の動画でも紹介したんですけれども、私ポールはモンベルのものを使っていて、これ夏の登山で使っているんですけど、これにスノーバスケットを装着して使います。ではちょっと早速つけてみたいと思います。じゃん、はい、こんな感じですね。これで雪道もすごく歩きやすくなります。それでは次の商品いきたいと思います。3つ目の商品はこちらです。じゃん、こちらは食材たちですね。こちらはカップヌードルですね。この2つはフリーズドライで、ビーフシチューと、牛とじ丼になります。私フリーズドライやインスタントの食品を持っていくことはあんまりないんですけど、このカップヌードルは山で持っている人がいて、いつか試してみたかったなって憧れの商品だったんです。このフリーズドライはビーフシチューとか牛とじ丼がお湯を注ぐだけでできちゃうので、なんかすごいなと思って買ってみました。あ、なんかコメントで食べ物かよみたいなコメント来そうですね。でも食べなきゃ登れませんからね。本当に食べるのは大切ということで、こちらフリーズドライとインスタントの食品たちでした。はい、では続いての商品はこちらです。じゃん、言ってもこれね、畳んでるので分かりにくいと思うので広げます。はい、こちらはボトムスでライトアルパインパンツ、お値段が 19,800円です。これはまあ本当にズボンなんですけれども、店員さんに聞いたら、実はスノーハイクだったら夏用のボトムス、雨具でも下に暖かく着込めば使えるということでした。こちらは夏用の雨具ですね。生地を比べてみると、やっぱりこの冬用のものの方がちょっと分厚い、しっかりした素材になっているかなと思います。両方ともゴアテックスになります。そして私がすごくね便利だなと思ったポイントがあるんですけど、これ見えるかな、ここにジッパーが左右についているんですよね。これジッパーを開くとどうなるかちょっとお見せしたいと思います。はい、左
ドのファスナーを2つとも全開にしていました。これファスナーがこう見えますかね、こう端っこから端っこまでついていて、こう全部ねこう開くようになっているんですよね。どうしてこれが便利かというと、登山靴を脱がなくてもこのボトムスを着たり脱いだりできるんですよね。他にも雪山に行くためのズボンは何種類かあって、例えば保温材が入っているものもありました。それも試着してみたんですけど、少しちょっと重くて、着ている分にはいいんですけど、例えば使わなくなった時にちょっとカバンの中に入れなきゃいけないのがちょっと重そうだなと思ったので、私はこの軽めのものにしました。はい、4つ目の商品はこの冬用のボトムスでした。そういえば以前モンベルの購入品の紹介をした時に、ちょっと私のねお財布事情を心配してくれる方もいたんですけど、私普段の生活でほとんどお金を使わないんですよね。もちろん食費だったり日用品だったりで最低限のものは買ったりするんですけど、あんまり高級なものを食べに行ったりとかどっかに出かけたりとかそんなにしないので、ほぼお金を山に使っているっていう感じなんですよね。ちょっと話が逸れてしまったんですけど、次の商品いきます。5つ目の商品はこちらです。じゃん。こちらはイージーフィットロングスパッツ5900円の商品です。これはズボンの裾の方につけるカバーですね。冬場はアイゼンをつける場合もあると思うんですけど、アイゼンの爪でこうズボンを引っかいて破れちゃうっていうことがたまにあるんですよね。これをズボンの裾につけておけば、アイゼンの爪でボトムスが破れることがないので、とっても便利なものです。これは6000円くらいなので、2万円のボトムスが破れるよりはねまだマシですよね。こっちを買った方が。冬だけじゃなくてオールシーズン使えます。夏場だったらぐちゃぐちゃの道とかで泥が跳ねたりすると思うんですけど、これをつけることによってボトムスが汚れにくくなります。はい、では次の商品行ってみたいと思います。次がねラストの商品になります。はい、ラストの商品はこちらです。じゃん。ダメだ、なんか出方が、わあ。ではラストの商品はこちらです。じゃん。はい、手袋ですね。こちらはアルパイングローブフィット、お値段が 13,600 円の商品になります。めっちゃ高くないですか、手袋なのに。手袋で13,600 円、ちょっとね高価なお買い物です。機能を紹介していきたいと思います。まずはこちら、素材がゴアテックスなので完全に防水ですね。少し安いものだと防滴といって、防水まではいかないんですけど、水からちょっと守るような素材のものもありました。ただしっかり防水の方が水が入ってくることもなく、手が冷たくなったりすることもないかなと思って防水の方を選んでみました。そしてこれが実はですね、二重構造になっていて、中に見えますかね、このオレンジの部分、中にウールの手袋も入っているんですよね。そしてこちらは取り外しができるので、ちょっと取り外してみます。はい、取り外してみました。オレンジ色のこんな感じですね。ウールの手袋が入っています。雪山の登山の時は基本的にはこう手袋をね2枚こう重ねて使うと思います。1枚目にはこのようなウールのね素材のものをつけて、2枚目、表面にはこのような防水だったり風を避けてくれる素材のものをはめて、手を温かくしておきます。ちなみに私は手が結構大きめなので L サイズを買いました。こんな感じですね。こちらの手袋はこう操作性を重視したものになるので、比較的こう持ちやすいかなと思います。はい、私が買ったアイテム、これで最後です。はい、こちらに今回買ったアイテムたちを並べてみました。皆さん合計金額がね気になりますよね。それでは発表していきたいと思います。今回買ったアイテムの合計金額は、税込み 48,156 円でした。おー、5万いってないくらいですね。年始早々結構爆買いをしてしまいました。
これからの動画でこちらのアイテムたちがたくさん出てくると思うので楽しみにしていてください。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。